もうちょっと後ろ下がる。皆さんこんにちは。あ、最近買ったお気に入りの洋服です。365日ずっとネガティブモンスターなアスカです。今日はですね、私めったに本当に全く化粧をしないんですが、もうすぐ30になるのに、今日はですね、そんな私が目を閉じて化粧をしたら一体どうなるのかっていう今日は企画でございます。それでは早速やっていきます。今気づいたんですが、途中で一個ずつ塗り終わって、例えば下地塗り終わったら多分目開けないと次のものが取れないってことに今気づいたんですが、なるべく完成した顔を見ないようにどんどん塗っていきたいと思います。じゃあまずは下地から塗っていきます。目つぶって用意スタート。あ、化粧が冷たいね。冷たい。もうこんな感じで塗っております。はい、じゃあ次はパフ塗っていきます。用意スタート。いつもこんなしないんですけどね、だいたい顔のパーツはどこ塗ってるかわかるんでね、誰でも。こんなもんですかね。はい、もうちょっと塗って、はい、アイシャドウを目つぶって塗っていきます。筆だけちょっと塗って、もう一回目つぶって用意スタート。こんなもんですかね。こうかな。色を選別するときだけ目開けて、危ないか、塗って塗って、ここにも塗って、ここにも塗って、はい、終わり。チーク塗っていきます。これ結構濃ゆいんでね。はい、こんなもんですかね。次はなんか鼻のハイライトとか塗っていきます。塗ります。結構濃いでしょ。あんまりこれ塗ると濃いんで、次はこれ塗ります。ちょっとこの時だけ目を開けております。で、こうしてこうですよね、これは。はい、塗り終わりました。じゃあ最後リップでございます。なんで白くなってる。じゃあリップ塗っていきます。塗り終わりました。すいません、やっぱちょいちょい見えてましたなんか漫画のキャラに出てくるような感じの化粧の仕方ですね。ここやっぱこういう、白。あ、でも一番口紅がうまく塗れてるような気がします。また化粧企画やります。以上、今日の動画でした。バイバーイ。